皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2020年8月12日に行われた第14回朝日杯将棋オープン戦一次予選、増田裕二六段と折田翔吾四段の一局をお送りするぜ。では、早速対局者の紹介よ。まずは先手の増田六段。1971年、奈良県御所市出身の49歳。今期竜王戦6組、順位戦は現在フリークラスよ。今や大所帯になっている森一門の筆頭格で、居飛車系統が主な戦型だが、振り飛車も差しこなし、力戦調の将棋を得意としている先生だな。ひねり合い、ねじり合いに強く、若手にも引けを取らない踏み込みで、中盤を制圧する印象ね。5月の棋聖戦一次予選で、各交換振り飛車から居玉のまま大乱戦を制していたのが、強烈だったな。この先生も丸太をぶん回す系かと思いきや、振り飛車に対してミレニアムに囲い、じっくりとした展開に持ち込んだりなど、様々な側面を見せてくれるわね。引き出しが多く、一局ごとにいろんな色が見られるのがいいよな。本譜では、どういうひねりを加えてくるのかも見ものね。一方、後手の折田四段。1989年、大阪府大阪市出身の30歳、竜王戦、順位戦ともに来期からの参加となるわ。編入試験を経てのプロ入り、ということで、6組、フリークラスからのスタートだな。ご存知の方も多いと思うけど、通称、アゲアゲさん、の名前で YouTuber として活動。プロ編入試験を経て現在に至る、異色の経歴の持ち主よ。編入試験は、相手のレベルが高すぎて、かなり厳しいかと思っていたが、見事に合格できたよな。本当に良かったわよね。今後のご活躍を期待しているぜ。そんな折田四段、棋風は基本的に敗飛車党。編入試験やプロ棋戦を見ていると、居飛車が多いが、動画の中では何でも指す、という印象だ。その時々に応じて、ということでしょうね。つまり、このお二方の場合、乱戦になりやすいということだな。それは見応えがありそうね。さ、そういうわけで、忙しいかもしれないけれど、ここでくらいは、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が増田裕二六段。マリサが降りた翔吾四段だぜ。それでは、よろしくお願いします。7六歩。3四歩。2六歩。4四歩。折田四段のプロ第2戦となった本譜。2五歩。角道を止めて、どういう戦型にするのかな。3三角。それは一つのお楽しみだぜ。4八銀。というわけで、将棋ファン歓喜のこの戦型。4二飛車。試験飛車だな。お、出たわね。6八玉。3二銀。公式戦ではアマ時代を含め、初よね。7八玉。早指し戦での振り飛車は有効と言えるからな。6二金、金無双と絡め、積極的に行くぜ。5六歩。6一玉。まずは船囲いで手広く囲う。5八金右、ここからの発展は様子を見ながらよ。9四歩、穴熊かどうかを問いって。違いますよ。9六歩、端歩を突く穴熊もあるけどね。4三銀。じゃあ、しばらく駒組みを進めていこう。3六歩。7二玉。6六角。先手はミレニアム囲い狙いか。5四歩。3七桂。左辺の守備を固くする。3二銀。盤面を広く受け止める構えだ。8八銀。4一飛車。飛車を振り直しそうな構えね。4六歩、中央での回線に備えるわ。7四歩、銀が収まるスペースを事前に作る。8六歩、玉頭線を念頭に圧力を強める。8二銀。8七銀。7三銀。4七銀、お互い盤面広く構えたわね。6四銀、どこから手をつけるか迷う場面だな。6八金寄る、玉形を引き締め、飛車を中央に寄せるよ。
5一飛車、決戦は中央になりそうだ。5八飛車、一旦、浮いた桂馬にちょっかいをかける。1五角、金を引いて対応。3八銀。1二香の手渡し。角には一度お帰り願います。1六歩、だいぶ煮詰まってきたね。4二角。再びのちょっかいがなくなったので。4七銀。中央への増援を進めよう。3三桂。7筋から銀の攻め上がりに備えよう。7七角。8四歩。6六歩。さて、だいぶ煮詰まったところで状況を見てみよう。戦型はお互い中飛車に収まったが、明確に力戦模様だ。囲いという囲いはないけれど、お互い攻撃の焦点は明白。中央の4、5、6筋5の段ね、多くの駒が集中していることから、ここを制圧できるかどうかが勝負を分けるわ。ただ、これだけ駒が逼迫しているにもかかわらず、双方持ち駒なし、まずは前面に出ている銀を利用して、手駒を作りたいな。7五歩。同歩。長銀。7六歩。6四銀。さて、この歩をどう使うかだな。6七金。銀の位置をずらしに行く。7三銀。ここは最前傾で均衡が取れているけど。6五歩。角道を開けて打開するよ。7四銀。5五歩。取ると攻めを誘発するので。7三桂。無視して桂馬を活用だ。5四歩。5七歩。取ると6五桂が飛車角取りの激痛ね。6八飛車。悔しいけど一旦引っ込むしかなさそう。6五桂。6六歩で、桂馬を取る筋を残しておきたいね。8八角。喉元の小骨を取り払っておこう。5四銀。現状、気持ちよくさせているな。6六歩。王手をかけて生産を促す。7七歩。避けて拠点を作られるよりは。長桂。生産に応じるのも致し方なしかな。長桂なる。長角。ここで場所を変えて両取りの桂だ。5五桂。金桂交換ならまだよしとしよう。5七金。4七桂なる。同金。5筋の渋滞が解消されたので、5五銀。じっくりと先手陣に迫ろう。6七桂。打ち込みを許す前に交換を催促。5六銀。同金。苦しいけど、まだ耐えられないくらいではないかな。同飛車。さっき打った桂馬との連携で、7五歩。後手玉頭に拠点を作ろう。8三銀。7四銀。間接的に飛車に当てることも匂わせる。5七銀。攻め合いに持ち込んでも後手玉は退路十分。1八飛車。一旦飛車を逃げておこう。6六銀なる。王様の目の前に拠点を作られるよりは、長角。これ以上潜り込ませたくないね。長飛車。7七銀。ここまで来たら、思い切って寄せに行こう。6七飛車なる。長玉。歩をどかせば、ふんどしの桂がかけられる。7四銀。長歩。7五桂。広い右辺へ逃げて、再起を図るよ。5八玉。5七歩。4八玉。2九角。飛車を逃げれば王様が詰むな。3八銀。背に腹は変えられないよ。1八角なる。長香。腹銀で先手玉の動きに縛りを入れる。5八銀。この間隙に、なんとか後手陣に食い込みたい。5四桂。この一手は厳しいはずだ。6九銀ならず。あとは先手の攻撃が届くかどうかだな。6二桂なる。長玉。
7三角。5三玉。5四歩。一見、5三飛車が怖いが、同玉、4三玉、5四金、5二金で逃げ切れる。3九玉。早逃げで気を伺う。5八歩なる。一手一手着実に追い詰める。2八玉。2六桂。2七銀。3八金。1七玉。3七金。諦めずに傷を作りに行く。5五歩。銀が2枚あるので危なそうに見えるが、6五玉、4筋方面に逃げれば安全だ。2六玉。上部に逃がさず引っ付ける。2七金。同玉。さあ、これでもう逃げる場所はないぞ。2九飛車。ああ、もうこれは何を合駒にしても、2六金から飛車を成られて詰んでしまう。これは万事休す、ね。負けましたー。ありがとうございました。ある一点から一気に景色が悪くなった感じ。そうだな。ポイントはここだろうな。55手目、逼迫した駒組を打開した場面。何回前にもこういうことがあったわね。ゆっくりした力戦調の駒組に多いんだが、お互い盤面を広く、中央で睨み合った場面で、先に動いた方が不利になる、という展開だな。仮に千日手になった場合、後手としては文句なし、先手は不満しか残らないから打開せざるを得ない。とても難しい決断を迫られるわけね。そうだな。そして結果、少しずつ後手の駒が前進していく結果になった、と。力戦って本当難しいわね。本当に。では、投了図以下を確認してみようか。2八金。2六金。同玉。2八飛車成る。2七金。3七銀。1五玉。1四金までだな。粘ったけど逆転叶わず、でした。さて、というわけで今回から朝日杯についても、少し遅れ気味だけどアップロードできるようになったな。もし、この対局が見たい、というものがあったらコメント欄に書き込んでみてね。アベマを見ながら寄付を起こすこともできるが、中継アプリに記載されているものならありがたい。できるだけ対応はするけどね。実際確認して、面白い対局だったら、時間を見つけて動画にしようと思っているぜ。さて、それではそろそろお開きにしようか。ご視聴、ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いするぜ。それではまた次回も、ゆっくりしていってね。